見事にこの解説がなされてました。無駄事業、木とか作っておはようございます。今日はソングの朝食を、撮影してみたいと思います。納豆です。そして、ここに、キムチ、ちょっと塩分多めです。時計、温度計が並んでいます。そして今日のメインイベント、オーブントースターで、あのプレートを使って、調理してみたいと思います。温度は220度、それに、卵、この新しいプレートですね、これに入れて調理してみたいと思います。ポテト、そしてキノコと、甘長です。ちょっとマヨネーズをかけて、これで調理してみたいと思います。結果的にどれだけ効率的な国の行政が可能になるかという調整作業なんですね。だから民間でやった方が実は圧縮できるんじゃないか、あるいは民間でやったら費用対効果が高くてもっとお金をかけても効率的で効果の高い事業ができるということがあると思うんです。だからそこは額がいくらというのはあって、行い、生産にかかった費用から結果部分はちょっと元を使用というものなんですが、じゅくじゅく行ってきました。美味しそうにポテトがこんがりと焼けてまいりました。米どころ山の上の料理番、石山栄一さん。石山さんは個別の部長制度に大きな期待を寄せています。カツルさんですけども、こういうのも部長最初に何度かというよりも大きな不安を感じている。そして、納豆もご飯も、キムチも、そしてデザートの、ヨーグルトに冷凍、バナナ冷凍巨峰セットできました。まあ、その当事者にしてみればこういうお気持ちにはなると思うんですね。そうですね、何でもかんでもやみくもに削減の対象にしようとは私たちは思ってまして、最低限マニフェストで約束していただいたものは守らなければいけないというのは人間のことだと思います。はい、まあ、しかし諸さん、無駄と言われるものはかなり、それでは、準備できました。いただきます。キムチも、ヨーグルトも、そしてこれが、昆布の漬物みたいなものです。